私はね、若い人たちがもっともっとやるべきで、留学生はね、留学生はあの台湾から日本に来て、みんな苦労してるから、留学生に対しては我々華僑は応援センター館という気持ちをたくさん持つし、留学生はもっともっと安心して生活して勉強できるようなができれば私はもういいと思うので、それについて私はもっともっとできれば協力したいと、そういう思いを持っていつも活動してます。これは私の お父さんがずっとやっていて、ずっと私の会社大東でこう継続してるのも30年ぐらい、関西の留学生が大東でそういう留学生のパーティーをしているのは30年ぐらい続いているということを私は覚えているし、知っているし、かつまたはそういうことを続けたい、留学生に対して私は応援したい、そういう気持ちを持っています。